なぜ勇者ルーサーがいるんですかはい。偶然この刑務所を見に来ていたんです。勇者ルーサー。このお方は、国王の補佐をされている、パープ様だ。勇者ルーサー。なぜこんなとこにいるアイビーが逃げた直後に、たまたまこいつがいただとありえない。こいつがアイビーを逃がしたのか何のためにこれは何ですかこれああ、これは元監守です。 アイビーを逃がしたのがこいつだとして、なぜわざわざ我々の前に顔を出したんだこいつの狙いは何だ確かこいつは今、我々の奴隷を解放して回ってる。完全な反逆者だ。こんな堂々と我々の前に現れること自体、完全にこちらを舐めている。本来なら、誰よりも先に殺さなくてはいけない存在だ。だがそれはゴルド国王が許さない。 あの方はこいつが魔王討伐に必要な戦力だと考えておられる。奴隷も魔王を倒すための兵隊として集めているのであれば、やらせておけばいいという考えなのだ。これはあまりに危険すぎる賭けだ。こいつが作った軍が攻めるのは、我々の国かもしれないんだ。そもそも同じ理由でアイビーを生かし、今こんな事態になってるんだ。 ルーサーがアイビーを脱獄させたとなると、こいつらが組我々の敵となるという最悪のケースも考えられる。ただだからといって、ゴールド国王の命に背き、こいつをここで殺すわけにもいかない。そもそも四天王を二人殺した男だ。ローズとで勝てるかどうかはわからない。とにかく今は、こいつが何を企んでるのか、それを突き止める必要がある。申し訳ないんですが、勇者ルーサー。我々は今忙しいんですよ。これからこの刑務所にいる元監視を、みんな彼のように、 こう、駄菓子屋に売ってるあの体に悪そうな、大根みたいな色にしてあげないといけません。ですので今は、お引き取り願いますかそうですか。わかりました。でも殺すより、ここにいる監視に、アイビーを探させた方が、良くないですかそれはできません。アイビーとは国王の命を脅かす存在。そんな男を外に出したということは、この刑務所の人間が、国王の命を、危険にさらしたということになります。この国では国王の命を危険にさらす行為は、死罪となります。 死罪になったものを生かしておくわけにはいきません。そうですか。でもアイビーがそんな危険な人間なら、やっぱりここにいる監視も含めみんなで捜索した方がいいんじゃないですかすでにかなりの数の人間が奴を捜索していますので、そちらはご心配なさらずに。そうですか。これは関係ないんですが、パープ様って思ったより小さいんですね。すみません。これは忘れてください。何を言ってるんだあと確認なんですが、この人たちが死罪なら、私も死罪ですかはい。なぜそうなるんですか 実はアイビーを逃がしてしまったのは私なんですよ。なんだとい,いえ、もちろんわざとではないですよ。お恥ずかしいんですが、この刑務所内を見学させてもらってる時に、アイビーに話しかけられまして、監視庁にロープを持ってくるよう頼まれたんですが、どうしたらいいですかと聞かれまして、私も見学をさせてもらっている身なので、これは手伝わないとと思ってしまい、監視の部屋からロープを持ち出し、奴にそれを渡してしまったのです。そしてそのロープを使い、アイビーは逃げてしまいました。アイビーを逃がしたのは完全に私です。 私は死罪ですか死罪であるなら。今ここで私は死にます。でももし、アイビーを逃がした超本人の私が死罪でないのなら、彼らが死罪というのもおかしな話になります。ですのでどちらかになりますね。私を含め全員が死罪なのか、全員が死罪じゃないのか。決めてください、パープ様。クソ野郎が。こいつはここまでの会話で、私に自分を殺す権利がないことを悟ったんだ。それでこんなことをしてる。 要はこれははったりだ。どこまでも舐めた野郎だ。お前の思い通りに。行くと思うなよ、勇者ルーサー。その話が本当なら残念です。そうですね。あなたも死罪になります。どうぞ、そのナイフで心臓を貫きください。おそらくこの後こいつは、さっきの。えゴルド王によろしく言っといてください。ダメだ ではみんなでアイビーを探しに行きましょうか。